ポーランド・ソビエト戦争、ポーランドイコールソビエト戦争、イコール、ポーランドイコール、ソビエト戦争は、第一次世界大戦後の1919 19年2月から1921年3月にかけて、ウクライナ、ベラルーシ西部、ポーランド東部を中心に行われたポーランドと、ボリシェビキ政府の間の戦争、ロシア革命に対する干渉戦争の一環とも捉えられる。また、 日本語では、寛用的に、ソビエト・ポーランド戦争、ポーランド・ソ連戦争、ソ連・ポーランド戦争などとも書かれる。なお、実際に戦争が行われたのはソビエト連邦成立、1922年、前である。第一次世界大戦直後のロシアは、ロシア革命に対する干渉戦争と内戦の影響により、混沌とした情勢にあった。パリ講和会議の結果により、 ポーランド分割以来のロシア国家による支配から独立果たしたポーランドは民族的、宗教的影響やかつてのポーランド・リトアニア共和国の領域や人口動態などからベラルーシ西部やウクライナ西部の土地に野心を持っていた。このため、講和会議で得られた領域をさらに東方に拡大し、分割前、 1772年8月5日以前の領土を回復し1791年以後のポーランド国家の半島を復活させるためロシア内戦の混乱に乗じてソ連に侵攻した。1920年当初、ポーランド軍はキエフを占領するなど大きく進撃したが、その後ポーランド軍は政治的な理由により、 フランスの軍事顧問団による作戦を採用すると、騎兵の機動力を活かせなくなり、そう攻めあぐね、1920年4月以降は、赤軍が反撃を、開始、6月には、ワルシャーを包囲した。しかし、ユゼフ・ピウスツキが策定した騎兵の大軍による、長距離高速度高軍、フランスの軍事顧問団は、反対しーを用いた、肩根一滴の大機動作戦が大成功し、これにより、 ミハイル・トゥハチェフスキー率いる赤軍はほぼ全軍が、包囲殲滅の危険にさらされて、崩壊、敗走を開始した。これは後に、ビスワカワの奇跡と呼ばれる。この大逆転劇により8月末から、赤軍は撤退、ポーランド軍は、ソ連軍に対する猛烈な追撃に転じた。赤軍は、東方より体制を立て直そうとするが、ポーランド軍機動部隊はこれらの試みをも粉砕した。 進撃を続けるポーランドは支配権をミンスク近辺まで到達させたものの、財政難の危険により、ソ連の提案で10月に停戦に応じることとなった。1921年3月に講和条約が結ばれ、これによりポーランドは、ビリニュス、ビルノを中心としたビルノ地方など、リトアニア中部とリビーブ、ルブフを中心としたガリツヤ地方など、ウクラナ西部を併合し、 東方領土を正式確定した。1918年に第一次世界大戦が終了すると東欧は大きな変革を迎えることとなった。ドイツの敗北によりドイツによる東欧の干渉国家建設計画は不可能となりロシアも革命の影響により他国への干渉能力を失っていた。このためベルサイユ条約により誕生した東欧の新国家は 弱体な小国家が多かった。その中で、ポーランドは、例外的、相対的に大国となり得た。また、かつて、ポーランド王国、ポーランドリトアニア共和国として、東欧に広大な領域を保有していたが、ポーランド分割によりその領土は失われたため、領域復活にかける願望を持っていた。九百十八年に再独立を果たす際に、ドイツ、オーストリア、ハンガリー帝国、 ロシアなどから領土を奪ったこともその一環だったが、東部国境は交渉すべき、ロシア政府が不在ということもあり、この時点で未確定であった。ただし、1919年12月には、協会としてカーゾン戦の提案がなされている。ポーランドは、ユゼフ・ピウスツキを中心に、かつてのポーランド・リトアニア共和国領域の復活と、ポーランドを中心とした反共国家連合によって、 ソビエト連邦、ソ連及びドイツ革命と前後して、労働運動が激化し、共産主義革命の瀬戸際にあったドイツと対抗する方針を持っていた。ただし、ポーランドはソ連の生態そのものへの干渉やロシア地域の征服などの意図は持っておらず、旧ポーランド王国の半島全体における自らの国家建設とその思想的、領土的防衛が第一であった。しかしながら、 ピュース付きの民主主義、自由主義、多民族主義、文化多元主義の平立理念すなわち旧、ポーランドリトアニア共和国の1791年5月3日憲法の理念の復刻である、ヤギエウオ理念に対するソ連の警戒感情は、この理念がまさに連の革命にとっての反革命の理念に他ならないことであるから、当然のことながら非常に高く革命を機に、 旧ロシア帝国の勢力範囲からの分離独立を目論む強力な勢力がいくつも国家を打ち立ていた小ロシア、ウクライナへのポーランド、小ロシア地方は1795年の第二次、ポーランド分割以前は旧ポーランドリトアニア共和国の領土であったの干渉の可能性が極めて大きいことも、あ、成立間もなく未だ戦時下にあったソ連政権のポーランドとそれに組みする。 反革命勢力に対する警戒はいやましに増していた。1919年前半頃はソ連で反革命の干渉戦争が行われていた。また、フランスの支援を受けてポーランド軍の創設が行われている。1919年後半になるとソ連の革命政府は徐々に白軍に対し有利になり始めた。ソ連はドイツ革命を機に 共産主義革命の機運が高まっているドイツと結ぶことも考慮し始め、ウラジービル・レーニンやトゥハチェフスキーは、ポーランドへの攻撃を示唆したこともあった。このことも副敗に比喩広国を持つことになる、ポーランドを刺激していた。ユゼフ・ピュース・ツキとという、ポーランドの二人の結出した指導者のうち、ピュース・ツキは、旧ポーランド・リトアニア共和国の5月3日憲法の多民族共存。 諸民族平等の自由主義理念による国家の復活を思いする社会民主主義者であった。ピュースツキがポーランド領として確定しようと考えていた地域は、ウクライナにおいては、旧ポーランドリトアニア共和国のキエフ県にほかならなかった。なお、ピュースツキは、旧リトアニア大公国のリトアニア人貴族すなわち、シュラフタの家の出である。すなわち、ピュースツキ本人が、 旧ポーランドリトアニア共和国の基本理念である諸民族平等の体現あった。一方、ピュースツキの性敵でポーランド民族主義者であったドモフスキはポーランド民族の労働者階級の出身であったが、苦学して最高学府のワルシャワ大学を優秀な成績で卒業し生物学者とな学生時代からポーランド独立運動に関わり、その後は 欧州各国や日本をめぐって、見聞を広めた、彼は、同時代的にはピウス付きよりも、現実主義的で、欧州のすべての国が、民族主義の理念で、国民国家の説をしている現代では、ピウス付きの多民族国家構想はもはや安定的な、国家形態ではなく、ポーランド民族が、明らかに圧倒的多数で占められる地域のみに、限定して構成されたより、コンパクトな領土の中で、 ポーランド人が排他的に運営する、いわゆるポーランド民族中心主義の国家建設を目指した方が堅実だ。国民の誰もが民族意識の希薄だった。旧ポーランドリトアニア共和国当時ならいざらず今の時代はウクライナ人などといった排他的な思想を持つ異民族を自国によく抱え込むのは民族同士の利権争いの種になり非常に危険である。 ポーランド人はもはや旧ポーランドリトニア共和国の復活を望むべきではない。新生ポーランドは民族主義国家として、ポーランド民族が独占的に運営し国内の少数民族には、ポーランドへの同化を強制しポーランド化すべきだと主張テーピウス付きと対立した。ロシアの政府からの実質的独立を果たしたウクライナでは、ウクライナ民族主義者、 シモン・ペトリューラの再建したウクライナ人民共和国が、ポーランドに滅ぼされたウクライナ民族主義国家でる、西ウクライナ人民共和国の残存勢力と共同し、赤軍との間で、一進一退の戦闘を継続していた。しかしながら、ウクライナ勢力にとっては、不運なことに、1919年10月、ウクライナ軍の間で、チフスが大流行し、 兵力の70%が失われてしまった。これはもはや軍隊ではなく、官王家である、と言われたとされる。ボリシェビキを増悪し、キエフルーシ以来のウクライナの独立を夢見るペトリューラは、無念のうちに、ウクライナ民族主義にとっての宿敵ポーランドへの亡命を余儀なくされた。ピウスツキとドーモフスキの国家理念の対立においては、多民族平等国家を目指し大きな領土を求める。 サハリベラルのピウスツキがポーランド民族独占国家を目指し小さな領土を求める右翼民族主のドモフスキに対して政治的に優勢となったのが前提となってポーランドソビエト戦争は開始されたのである。この戦争の裏にはこのような事情があった。したがってピウスツキの目指した新生ポーランドがドモフスキだけでなく ウクライナ民族主義者ペトリューラとも対立したのは必然であった。東部戦線のドイツ軍は1918年より撤退を開始した。ドイツ軍の撤退後、各地域に共産主義政権が誕生したが、ロシアの革命政府はそれらの共産主義政権と連携することを望んでいた。しかし、各地域の共産主義政権は小規模で連携が取れておらず、 場合によっては対立するなど、東欧は混沌とした状況にあった。1918年11月18日にレーニンはドイツ軍が撤退した地域に向けて赤軍を進出させるように命令を出した。目的は各地の共産主義政権と連携することのほか、ドイツとオーストリアの革命勢力を支援することにあった。1919年2月からポーランド軍は、 フランスの支援を受けて革命政権のソ連を仮想敵とし軍の編成を開始した。フランスはロシアにおいて白軍が不利であったことから代わりとして自由主義陣営のポーランドを支援することを決定し400名の主官からなる軍事顧問団をポーランドに派遣した軍事顧問団にはシャルル・ド・ゴールも参加イギリスの主官も少数加わっていた。フランスの軍事顧問団は ドイツやロシア、オーストリア・ハンガリーの行き来材などを用いて、ポーランド軍の編成を行った。亡命ポーランド人やポーランド移民で構成され、第一次世界大戦においては、西部戦線で、義勇兵部隊として戦っていたハラー、J ・ハレラ将軍の部隊も、ポーランド軍に加わった。これにより、1919年9月には、ポーランド軍は54万人の兵員を有し、 うち23万人が東部国境に配置されていた。1919年2月にビリニュースにおいて赤軍はポーランド民兵部隊を撃破し、統治を占領した。しかし2月半ばには、コブリンからネマン川、ロシア語、ニエーマン川、ポーランド語、ニエメン川にかけて戦線が構築され始め、他の白軍部隊の交戦が激化したため、 赤軍はそれ以上に死への進撃は行わなかった。3月にはポーランドも反撃を行い、ネマン川を越えて、リダやスロニムの町に進撃している。また、グロドノやビリニュスでも戦闘が行われ、ポーランド軍が勝利している。10月までにポーランド軍はドビナー川まで進撃した。1919年のポーランド軍の攻撃は、おおむね順調に推移したが、 夏頃のロシア方面ではドン地方で強大な勢力を築いた反革命のアントーン・デニーキン軍がモスクワへの進撃を行っているなど、旧ロシア帝国領域における干渉戦争の影響も大きかった。なお、旧ロシア帝国の帝国主義者で、ロシア民族至上主義者であるデニーキンは、ポーランドの独立に理解を示さなかったために、ポーランド政府や軍との連携は、 良いものではなかった。これは、デニーキングとウクライナ勢力との間でも同様のことであった。和平交渉は1919 19年中に行われてはいたものの、ポーランドの政治家はソ連に対する情報を拒否し、成立しなかった。また、リトアニアが独立の際、ビリニュスを首都予定地とし、ポーランドと交渉を行ったものの、 他民族の旧ポーランドリトアニア共和国の復活を目指すポーランドは民族主義国家を目指す新生リトアニアには情報せず自国領としたために両国の関係は悪化している一方ラトビアとの交渉においてはポーランド軍への協力を得ることに成功しており翌年にはソ連に対する反革命で意見の一致したウクライナ人民共和国との連合に成功する 1920年に入ると、赤軍はデニーキン軍を撃破し、ラトビアやエストニアと平和条約を結ぶことに成功したため、ポーランド方面に赤軍が集中し始めた。1920年1月には70万の赤軍がベレジナ川付近に集中していた。1920年半ばまでに、これは80万人に増強された。この頃の赤軍は、ドイツ軍の域兵器や、 干渉軍から奪取した最新兵器で装備さていた。ポーランド軍は1920年夏には70万の兵員を有し、兵力は赤軍と同等であったものの、兵艦状況が悪く、装備が統一されていないという欠点を持っていた。4月には、ポーランドに亡命していたペトリューラは、ポーランドとの間にを結び、彼の再建したウクライナ人民共和国をウクライナを、 代表する唯一の政府として認め、互いに単独講和を結ばない、戦後は東、ハリチナーをポーランドに活動するなどを条件に、彼の率いる、執政内閣、ディレクトリや軍がポーランドと共に戦うことになった。ペトリューラは何よりもまずボリシェビキを憎んでおり、それを倒すためであれば、ウクライナ民族主義思想の宿敵であるはずの、多民族国家ポーランドとの連合も辞さなかった。 一方、ポーランド軍は、赤軍の攻勢の前に先制攻撃を行うことを計画し、4月から進撃を開始した。ポーランド第3軍は、ペトリューラー軍と共同し、5月7日、または5月6日に、キエフを占領した。しかし赤軍は直ちに反撃を行い、北部においては、赤軍の反撃は成功。ポーランド第1軍は大きく後退した。5月24日に、 南部のポーランド軍も、セミョン・ブジョンヌイ率いる、第一機兵軍のコサッの攻撃を受けた。6月10日頃までに、ポーランド軍の敗退は決定的になり、ペトリューラも6月13日、または6月12日に、キエフを放棄して撤退した。ポーランド軍も撤退を続けたが、戦略予備部隊の不足や、銃砲の不足と、相まって、整然とした撤退とはならず。 海藻に近いものとなった。7月にも大規模な戦闘があり、激しい戦闘の末に赤軍が勝利し、ポーランド軍はさらに撤退することとなった。ポーランド軍は第一次世界大戦時のドイツ軍の残豪跡を利用して防御を行ったりした兵力、連動不足により赤軍に突破された。7月14日にはビリニュスを7月19日にはグロドノを赤軍が占領した。 赤軍の進撃速度は速く、1日に20マイルになることもあった。8月1日には、ブレスト・リトフスクを赤軍第16軍が占領したが、そこのブク側においてポーランド第4軍は防戦を行い、赤軍を1週間にわたり足止めした。プハチェフスキー率いる赤軍の北西正面軍は、8月2日にワルシャワから60マイルの地点に到達している。 南方のガリツヤ地方においても、赤軍の構成でリビウなどで戦闘が行われていたが、リビウ近郊においてもポーランド軍は、反撃に成功し赤軍の進撃を足止めした。これを受けて、赤軍は、利用可能な部隊をワルシャワ攻撃に集中させることとした。ポーランド領ではなく、自由都市として独立していたものの、ポーランド経済にとっての最大の貿易港であった、ダンツヒ。 グダニスクでは、ほとんどが、ドイツ民族からなる、公安労働者たちが、ドツ革命やその後のドイツ労働運動と交往して、イギリス・フランス両国から流入する物資の、ポーランド国内への輸送を妨害、遅延させた。物資の供給が滞るようになったことで、ポーランド軍は苦境に立たされていった。ポーランド側はこの時の苦い経験によって、1 9二十年を境に、 ダンツヒ近郊の自国領の漁村、グディニアに当時世界最新の設備を持つ貿易港を建設開始、この進行を第二次世界大戦までかけて、バルト沿岸諸国で最大かつ最新の貿易港として拡張整備していくことになるが、このグディニア整備によってダンツヒの貨物取扱高は激減し、ダンツヒのドイツ系住民は熱狂的なナチス支持者となっていくのである。 ポーランドの首相エス・グラブスキー、エス・グラブスキーは7月1日国家元首、議会、政務議長、首相、閣僚3人、軍代表3人、大使10人からなる国防会議に全権を委任した。しかし、ポーランド政府の要請により西側の外交官が始めた予備交渉はソ連側の拒否にあい、グラブスキー内閣は総辞職し W ウィトス。 w b ートスを首相とする右翼から左翼までが一丸となった巨国、一致国防政府が成立した。ここで、ポーランド国民の愛国心が巻き上がり、ポーランド軍は一気に志願兵が集まり総数九十万となった。ソ連は七月二十八日、占領したポーランド地域に共産政権であるポーランド臨時革命委員会、ティムザソイコミトットリー・ウルシャジニー・ポルスキーを 樹立したが、住民の指示を受けなかったために、成功はしなかった。新生リトアニアは反ポーランドの姿勢であり、ソ連の圧力とビリニュスの確保の目的のために1919 19年7月にソ連側で参戦した。フランスは軍事顧問団を派遣するなど、ポーランドを支援していた。1920年にポーランドが危機に陥ると、フランスとイギリスはさらに、 マキシム・ウェーガン将軍を軍事顧問として派遣した。8月10日より、赤軍のコサック部隊によるワルシャワ包囲のための行動が開始され、対するポーランド軍も、エドバルト・リッツイコール・シミグイが、ワルシャワの守りを固めが始まった。プハチェフスキー率いる赤軍北西正面軍は、ワルシャワの北部に、ポーランド軍部隊が少ないことから、主力を北部に集中させ、 北西正面軍の左翼は兵力を薄くし、武将をの第一騎兵軍にカバーしてもらう、心づもりであった。赤軍司令部は、トゥハチェフスキーの要請に従い、第一騎兵軍に北上するように命じたが、北西正面軍と南西正面軍の指揮官官の船仲や、南西正面軍政治顧問のヨシフスターリンの思惑により、第一騎兵軍はワルシャワではなく、 南のリビウの攻略を継続することとなった。ブワディスワフ・シコルスキ将軍率いるポーランド第5軍は8月14日にワルシャワの北にあるモドリンから出撃し1日あたり30キロ以上の迅速な起動を行い赤軍の攻撃を足止めした。その間にピウスツキ指揮下の5個不評師団と1個機兵旅団からなる起動部隊は 第一期兵軍がカバーしなかったことから生じた、赤軍の北西正面軍と南西正面軍との間の間撃に進撃し、北西正面軍の包囲にかかった。包囲を恐れたトゥハチェフスキーは軍に撤退を命じ、赤軍は打撃を受け、武器側の東まで撤退した。ポーランドはこの勝利をビスワ川の奇跡と呼んだ。8月17日には、 赤軍のリビウへの進撃が停止した。8月29日から31日にかけて、第一騎兵軍もリビウの北、ザモシチュで、ポーランド騎兵部隊と戦闘を行い敗退する。9月6日の戦闘でも敗退し、東方のブラジミル・ボルインスキ方向へ撤退した。トゥハチェフスキーは、赤軍の部隊を再編成し、9月には、グロドの付近に戦線を構築したが、ポーランド軍は、 ネマン川付近の戦闘で赤軍を撃破し、さらに東方への進撃を続けた。10月半ばに、ポーランドがベラルーシの首都ミンスク近郊まで進撃するに至り、ソビエト政府は和平を、提案、10月12日に停戦条約であるリガ条約に、調印、18日に発行した。ポーランド政府は、ロシアソビエト政府と、ウクライナソビエト政府との間に、 リガ条約を締結したが、これは、ポーランド政府が、ウクライナソビエト政府を、ウクライナの代表政府として認めたいうことを意味する、ものであった。これはポーランドが、西欧諸国や国際連盟から強い圧力を受けた、ためであるとはいえ、結果として、ペトリューラがポーランドとの共同戦線を張る際に、結んだ、ウクライナ人民共和国をウクライナを代表する。 唯一の政府として認めるという協定に違反したものになってしまった。なお、リガ条約当時ロシアとウクライナには独立してソビエト政府が存在していい。戦争当時ポーランドに亡命していたペトリューラは、その後ポーランドを離れてウィーンへ亡命して西ウクライナ人民政府を主催し続けていたが、その後パリに亡命するとソ連のスパイによって1926年に暗殺された。 ソビエト政府は軍事的な敗北をしたこともあって、領土面で大幅にポーランドに情報し、ベラルーシ及びウクライナの西部ガリツヤはポーランド領となった。ポーランドも消耗していたため和平を結ぶことには同意していた。しかし、これは個別和平を結ばないとするウクライナ人民族主義勢力との軍事同盟に反するものであった。このことは後に ソ連の反ポーランドプロパガンダに利用されることとなった。この戦争を見分したシャルルド・ゴールなどは次の戦争の形態を正確に予測するに至った。ポーランド政府はこの戦争の経験から、騎兵部隊を重要視し、その連戦を積極的に行うこととなった。この戦争に参加した最後の兵士ユゼフコ・コワルスキーが2013年まで存命していた。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。